はウーピーといってですね、パラグライダーとハングライダーの中間のような、翼です。でスキーの板を履いて、この翼を頭上に持ってきて、スキーと同じように斜面を滑走します。スピードがつくとジャンプ飛んだり、降りてまた滑走したりまた飛んだりっていうことができます。スイスで作られた遊びです。まずは緩斜面でスキーヤーの人にちっちゃいジャンプから始まって、あとは大きなジャンプ、ゲレンデの上の方から飛んで、そうですね、200メートルぐらい飛ぶかな、そういう風なビッグジャンプができるような体験を考えています。